では次のグループお願いします。自己紹介お願いします。京都から来た高橋です。ボクシングの、世界タイトル、3つ持ってます。まあ、その中でも、WBF っていうタイトルは、まあ、マイク・ベルナルドとか、イベンダ・ホリフィールドとか、まあまあそういう選手が持ってました。で、まあ、アビリにちょっと、まあ、喧嘩売られて、ここに、まあ、来ました。はい、それだけです。はい。東京から来ました、明月院です。まあ、少し相撲をやってまして、まあ、最高位は、まあ、恥ずかしながら、まあ、小結しか上がれなかったんですけど、まあ、金星、横綱に、まあ、大関にも10回ぐらい続かれ、勝って、まあ、ちょっと、出てみようかなと思って応募したところです。まあ、相手は体重が近い人だったら誰でも大丈夫です。お願いします。大相撲ではどれぐらいの試合されてるって感じですか？一応幕内っていう一番上のところでも、まあ、約60場所、10年ぐらい張ってましたね。幕内10年やってたんですか？はい。すごいですね。トータルだともう1000試合近いんですかね、これ見ると。いや、年に90回しかやりませんので、で、大体60場所なんで、そこまで数は。946点って書いてある。まあ、あと昔、もう小学校5年生ぐらいから相撲やってたんで。まあ、ブレイキングダウン始めるきっかけで、こう、僕、バキが好きなんで、バキの作者もね、相撲が喧嘩なら一番最強って言ってるんですけど、1分において。まあ、こんだけの実績を持たれてるんで、相当強いんじゃないかな。じゃあ俺ひっくり返してやるよ、おい相撲、おい相撲取り。俺がやるわ。いた人なんですけど、総格闘技ファンクラス元ランキング1位の選手で、どうかなっていう、一種格闘技戦みたいな。まあ、体重どのくらいなんですかね。96です。まあ、体重差はあるんですけど、もともと僕今160キロ、170ないぐらい。全然余裕ですね。全然余裕です。これどっちが強いか、さっきおっしゃった相撲が一番最強っていうのは俺は違うと思うから、どのスポーツもどの武道も素晴らしいもんだけど、でも最強かどうかっていうのは違うから、それはみんな自分の競技に。最強はどの競技だと思ってますか？ MMA だけですね。相撲よりも MMA のが強いか。自分はそう思ってますね。 MMA が一番じゃなきゃいけないと思ってます。かっこいいとか、他のスポーツに一番かっこいいスポーツかなと思って違うかもしれないですけど、一番強いのは MMA じゃなきゃいけないと思って、はい。その何キロあっても負けるわけにいかないですね。はい、今体重何キロですか？96ですね。でも約100キロ。そうですね、約100キロ。60、70キロ差はあります。余裕ですね。余裕ですね。どうでしょう？ここでやらしたかったな。ここでやらしたかったな。それでこの人が残っていいの。結構経歴あるんですか？もともとパンクラスのライト級のランキングの1位ですね。まあ、タイトルマッチ、怪我でそのまませずに今、一度離れてるんですけど、で、体重が増えたんで、動物みたいな人たちと戦いたいなと、生物として。まあ、僕も正直、相撲しかずっと相撲のプロで12年やってまして、はい、一緒っすね。はい、まあ、そういう格闘技とか一切出たことなくて、はい、僕は正直はそのストリートっていうか、こういうバカみたいなやつとやりたいなと思ってて。でもお客さんが何みたいだじゃないですか。何しに出てきて。いや、ブレイキングはそういうとこじゃねえから。お相撲さん、プロとやりたくないの？気がせないやろ。では、剣国やってるか？仲間と共に戦い、勝利を分かち合う。剣国仲間と協力し、強大な敵に立ち向かえ。剣国でしょ。俺もやってるよ。剣国ですよ。俺も最近やってるから。最強の座は一つ、拳で証明しろ。これ剣国です。最近僕、ミクルって名前で始めて、ハモってる。
朝倉未来もらえる。天国で検索。俺と一緒に天国やろうぜ。プロとやりたくないの？君のせいなやろう。いや、俺こっち行くかなと思って。いや、大丈夫よ。絶対この俺、力士やってるから。力士やってた？うん、力士や。4000ぐらいやってるから、何しかある。おむすびさんもやっぱり。おむすびは初めてなんで、やりましょう。ちょっと誰かわかんないんですけど。マジ時代です。はじめまして。いや、俺とやろうよ。絶対その方が面白いって。60キロの差あるじゃん。60以上だよ。その方が面白いって、絶対。いや、番狂わせるのが面白いだろ。何にもしてねえんだから。分からんけど。俺何もしてんだ、俺の話してんだ。分からんけど。お前ら経験してんだろ。俺も経験してんだろ。俺もだ、ここでやったらええやん。ここで。ここでやったらええって。違うって。絶対ここの方がええと思う、俺。ほんまほんま。いや、いや、ごめん、ごめん。俺もうええから。俺のこと、ほんとに。いや、絶対。ええやん、ええやん。お前の出番だろ。よい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 よ、おめえら、おめえら、おめえら。今から太ってやるからよ。ああ、次の大会でやろうな。ヘビー級で。ヘビー級じゃん。どっから見てタイミング、すいません。それでいくんで、ルールも任せます。全部任せるんで、やりましょう。こちらに主導権があるんです。いやいや、ここは後でいいじゃん。主制なんですか。マティーザーの後でいいよ。絶対これの方が面白いって。そんな面白くねえなっつってんだよ。なっ、ウエさん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 、これもすごくなんだ。あ、いや、とりあえず一番でかいのに。いや、俺もそういうこと。いやいや、あの、俺も関取じゃないの。関取じゃない。こっち、こっち、あの、関取じゃないから、あれじゃない。いやいや、関取じゃないの。いや、その世界観じゃない。いやいやいや、いや、どっち、自分逃げてんじゃん。じゃあ、ここでも逃げてる。ここでも行ったらやん。いや、やればいいじゃん。やったったやん。どうくらいだ。行ったら行ったら。お兄さんも行ったら。行ったら行ったら。やったったやん、この感じ。2人試合決定でいいんじゃないですか。そういう感じ。どうですか、立ってみて。いや、絶対負けないっすね。やってみないと分かんないんだよ。はい、頑張ります。はい、負けすぎないんで。いや、負けることないっすね。なるほど。はい。どっちの競技について、泣き出しましょう。はい。試合決定で。はい。もうない、ないんだ。ノッコンのタックルを止めた男、福岡から来たブルちゃんです。ノッコンのタックルを止める企画、止めたら10万円って企画で、ノッコン止めて、ノッコンが支払いを拒否ってちょっと揉めてて、ノッコンを暮らしに来たんですけど、誰もいないんですよね。オーディションの募集要項もノッコン一本釣りで書いてるんですけど、どういうつもりでここに俺は呼ばれたのかなと思って、逆に運営さんに聞きたいんですよね。ノッコン、なんかダブルブッキングかなんかで来れないんだって。ダブルブッキング、まだ他の仕事入ったからだ。じゃあ本線は来れないんですよ、本線だけで。オーディションの場合は本線は普通ない。ああ。もう4年の帰っていいよ。帰っていいよ。じゃあ次、僕の方、お願いします。埼玉県から来ました、小笠原です。双子で、自分弟の方なんですけど、正沖の方ですね、弟の方で、よろしくお願いします。まあ、今日は、ちょっと、まあ、兄貴と一緒に応募させてもらって、強くやらせてもらいたいなって、強そうだなと思って、いいなと思ったんですけど、なんかもう、みんなそういう感じなんで、なんか勢い、いいですよね。お疲れ様です。埼玉県出身の小笠原です。今言ったように、弟今自己紹介してもらったんですけど、兄の正隆と言います。よろしくお願いします。自分はもう試合できる人ならもう誰でもいけるんで、よろしくお願いします。東北最南端福島の小名浜通読からこんにちは、ダゾーです。よろしくお願いします。福祉施設20年自分の活動をやってきてます。音楽だったり俳優だったりやってます。やっとこのブレイキングダウンというところでちょこっと名前が出ました。ここで止まるつもりないです。喧嘩自慢つってね、いろんな喧嘩自慢いますけど、喧嘩の先何見てんのってところを聞きたいです。喧嘩の先、俺は地元でこんな柄ですけども、中学生と女の子グループご当地ユニット組んで、そいつらのために、俺が見れなかった景色見れるように、中高生のためにね、俺ができることやろうと思って街の中でイベントやってます。で、そのために何しなきゃならないかなと思ったら、やっぱ自分で力つけるしかないんで、
間口は何でもいいです。自分でやってきたこの喧嘩で、名前でつけて力つけて、地元にお土産持って帰りたいなと思ってます。で、まあ、この巻き座やいいんだけどね、暇そうな、うん、暇。 SNS でしかちょっと絡めなくてすいません。あの知らないもんで誰も。でもちょろちょろっとね、あの絡んだもんでやってもいいよ。あ、これなんかやれない雰囲気つくんだよ。あ、やれない雰囲気つくんだよ。いきなりやばい。